はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に酒つくやっていきましょうということで、ついに来ましたね、ゴールデンプライズアニバーサリーガチャ見ていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでまずはこちらですね、お知らせということで、Facebook 連携アカウント引き継ぎに関する注意ということで、補填内容が、星5確定チケット 100GB というのが届いているという感じでございます。これは各地に見てもらえばいいかなと思います。はい、 SWCC36 回大会が開催という形で、本日からエントリーが開始しておりますので、忘れないようにエントリーしていきましょう。まあ、うちは、当然ですね、ダイヤモンドディビジョンでやっていきたいなというふうに思っております。前回決勝トーナメントギリギリで逃しましたので、今回必ず決勝トーナメントに入っていきたいなというふうに思っております。はい、続いてこちら GB 増量キャンペーンということで、特典付きということですね。まあ、いつもの通り来たなという感じです。課金される方はここで課金しておきましょう。最大で4、7、8、8500円分ですかね。なんで、すごく、お得になってますので、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてこちら、ペプシ生1ケースが当たるリミテッドマッチカップの結果発表ということですね。見ていきましょう。さあ、リミテッドディビジョンのチャンピオンですね。ゆうべ金沢 FC さんおめでとうございます。CZK ぶっこ FC さんおめでとうございます。富岡 FC さんおめでとうございます。日向 BKJ セカンドさんおめでとうございます。最悪の世代さんおめでとうございます。 PGT B ベスペリア社団さんおめでとうございます。ゴールドラッシュ FC さんおめでとうございます。はい、亡くなき FC さんおめでとうございます。千葉さん FC さんおめでとうございます。 STR トツインテル22ですね、さんおめでとうございます。コケシーズナルコシュート残党さんおめでとうございます。タカスコンドルスさんおめでとうございますということで、チャンピオンすごいですね。初めての大会で、星5限定という、制限の中でチャンピオンを取るということは、もう本当に、サカツク IQ が最も高い、オーナーの人たちかなというふうに個人的にも思っております。そして惜しくも準優勝ですね、レオーネ FC さん、それからエレファシー大阪さん、ランちゃん FC さん、FC マルヒ小田原さん、ジョリーロジャーさん、ジョリーロジャーさんさすがですね。はい、サムットプラカーン FC さん、それから札幌 FC さん、ベルディ川崎さん、キラプールディープリバーさん、 BKB FC さん、32233さん、日本橋ユナイテッドさん、 FC コルネードさん、はい、皆様準優勝おめでとうございます。そしてベスト4ですね、たくさんいらっしゃいますね。まんまる FC さん、ウィルキンソンさん、レッドデビルズさん、エルフシュリット FC さん、ヤクルト FC さんおめでとうございます。そしてメンゴ FC 熟成さん、ここに熟成入ってきております、おめでとうございます。氷堤学園中等部さんですかね、おめでとうございます。それから北上ウナーナーズさんおめでとうございます。 ICBM さんおめでとうございます。 FC ジャロネロさんおめでとうございます。横浜 D ベイスターズさんおめでとうございます。 FC ウェーブさんおめでとうございます。 FC スタンさんおめでとうございます。 KH マーシー大阪さんおめでとうございます。オアシスさんおめでとうございます。広島 SV さんおめでとうございます。ごめんなさい、ちょっと韓国語が読めません、おめでとうございます。RBFM トリコロールさんおめでとうございます。 Now or Never さんおめでとうございます。 PL 卓球さんおめでとうございます。赤吉の11-2021さんおめでとうございます。トドドキ商事 FC さんおめでとうございます。茨津陽 FC さんおめでとうございます。ジオケアさんですかね、おめでとうございます。さあ、フリーディビジョンですね、チャンピオンたくさんいらっしゃいますね。 ASA さんおめでとうございます。それからパンケイクボムさんおめでとうございます。PIXY ピクシー FC GRTS さんおめでとうございます。テーベストリバー FC さんおめでとうございます。 WEF FC さんおめでとうございます。ファストアットマルさんおめでとうございます。 AC ミランさんおめでとうございます。株式会社プリティジャパンさんおめでとうございます。レオーネ抹茶 FC さんおめでとうございます。ハンクアーロン FC さんおめでとうございます。薩摩若島津 FC さんおめでとうございます。パルセイロ AC 長野さんおめでとうございます。ガオカサカシーンさんおめでとうございます。ビアティンミエさんおめでとうございます。イランイランさんおめでとうございます。キューベ TKB ボッコ
4期生さんおめでとうございます。1日1ログインさんおめでとうございます。ポカジュニアーズさんおめでとうございます。麻生国際さんおめでとうございます。さあ来ました、こちら GRTS 単塩熟成さんおめでとうございます。はい、米軍社員食堂ココイチ北谷店さんおめでとうございます。授乳院伊豆の国2プラスさんおめでとうございます。ユーバリアン FC さんおめでとうございます。 FC 群生さんおめでとうございます。ブレイブキングスさん来てますね、さすがです、おめでとうございます。ウィップラッシュ FC さんおめでとうございます。DGK さんおめでとうございます。天馬覚醒さんおめでとうございます。ブラック FC さんおめでとうございます。 LA ユナイテッドさんおめでとうございます。ソードフィッシュ2さんおめでとうございます。 FC シマンエンさんですかね、おめでとうございます。 SDDN 埼玉さんおめでとうございます。バリエンテさんおめでとうございます。ガチョウ 大橋 SDC さんおめでとうございます。アトリウム FC さんおめでとうございます。アズワンシュート残党さんおめでとうございます。さすがですね、来ました。 RTDT 玉造温泉熟成さんおめでとうございます。高岡ドラゴンズさんおめでとうございます。ニュータイプ同好会熟成さんおめでとうございます。セルソンダスキナスさんおめでとうございます。モタモタ FC さんおめでとうございます。セレステ、テラハソーシーさんおめでとうございます。フラットソウル FC さんおめでとうございます。ということでご入賞皆様おめでとうございます。いやー、まあフリーディビジョンはチャンピオンしか書かれないみたいですね。僕はベスト16という形で終わってしまいました。はい、ということで皆様本当にお疲れ様でした。こういったスポンサー大会ぜひですね今後もどんどんやってもらえたら楽しいんじゃないかなというふうに思います。はい、続いて CCT 来てますね。まあ愛義も変わらず来ました CCT ですね。何これ動くね。動くね。でもあんまり動かしたらちぎれちゃうよ、バズの手が。あ、本当に動くんだ、すごいね。はい、クラブチャンピオンシップトーナメント CCT が開催しております。まあやり方はいつもと同じですので、まあちょっと軽く流したいなとは思うんですが、まあ重要なところだけお話をしていきますと、今回のボーナス付き選手っていうのが非常に多いです。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ということで、ゴック史上の 45% も最大でアップすることができるということで、まあ、過去最大の、まあ、ハイスコアが飛び交うんじゃないかなというふうに思っております。そしてこちらですね、新星号サンジクリック監督が手に入るというところで、皆様必ずここまではしっかりとやっていきましょう。どれぐらいで手に入るのかな、ちょっとわからないぞ。どこだ、ちょっとわからないな。ちょっと CCT 画面から見ていきますか。こちら報酬見てもらえばわかると思います。僕ちょっとやりました。はい、こちらですね、40万です。40万ポイント達成するとこちらサンジクリック監督が手に入るという感じになっております。見ていきましょう。黄金の流星群ということで、サッカー史にその名を刻むであろう、ね、名称ですね。カウンターということで来ております。そして得意度、がレベル5という感じですね。まあ一番最大値で来ております。戦術指導レベル3回を持っており、まあ相手チームが、カウンターに対してですね不利な戦術だった場合、チーム戦力がさらに超特大アップするというものがついております。そしてオフェンス強化指導回、味方選手全員のオフェンス能力が超特大アップついてます。ディフェンス強化指導回もついてます。先ほどのディフェンスバージョンですね。味方選手全員のディフェンス能力が超特大アップする。そして名称のディフェンス対策指導ということで、こちらが対戦相手の監督と戦術得意度が同じ、もしくは対戦相手の監督より戦術得意度が高いとき、まあ、つまり現状、得意度レベル5っていうのは最大値ですので、現状ではまあほぼ全ての対戦相手の監督に対して、有効という形になります。得意戦術が中央突破の相手選手全員のディフェンス能力を特大ダウンするというものになりますので、まあ、中央突破と戦うときですね、相手のディフェンス能力が特大ダウンするという感じですね。はい、そして消耗戦指導レベル1がついてます。スタミナ減少スキルを所持している選手の得意戦術がカウンターの時ですね、その選手のスキルが、スキルによるスタミナ減少、まあ相手のスタミナを削るスキルの効果がショーアップするというものです。オフェンスバリエーションついております。まあこれは右のウィング、右の、そのミッドフィルダー、ここが、両方赤適正ポジションになると、同じく左もそうですね。
まあそういったもの、それからセンターフォワードは OMF も同じく赤適正になると、まあそういったものですね。はい、ということで地上の戦術対策指導はつきませんでしたね。前回のポゼッションで来ていた監督にはついていて、これがですねかなり、決勝トーナメントで今回ですねペプシカップで、まあ、猛威を振るっていたという感じで、うちもですね地上の戦術指導がどれぐらいなのかということを確かめるためにも、ポゼッションで挑んでいきました。やはり結構効果は出てるなというのは感じました。そういう意味でこのサンジクリック監督に地上の戦術対策指導がついてないっていうのは、あ、そうか、つかなかったかっていうのはすごくちょっと、残念でしたけども、まあでも、カウンターパオリ監督に並んで非常に強い監督なんじゃないかなというふうに思っております。さらには、このですねフォーメーションがまあちょっと特殊な形になっております。3バックなんですが、このセンターバックの両方がですねぐぐぐっとサイドの適正まで持っていくことができるので、まあ、実質センターバックにも、3バックにもできますし、それからまあこういう形で5バックみたいにもできると。でついでにボランチも同じように下げることができて、まあ、現状パッと見ていただくと 1,2,3,4,5 と5バック気味になっておりますが、こういうことができますよという形になってます。まあ、かなり、変形ができるちょっと特殊な、フォーメーションだなというふうに思います。でポイントはゴレアドールという非常に、まあ、激レアなセンターフォワードが必要というところ、さらには、右のウイングにムービングフォワード、まあ、これもちょっとレアですね。でセンターバックに今回初登場のフリーロールが必要と。ちょっと静かにして。はい、このフリーロールという、まあ 新プレスタが来ているということで、まあ、これがいわゆるフランツ・ベッケンバウアーしかいないというような状況ですね。なので、まあ、かなり、組む難易度は高い、監督になるのかなというふうに思います。まあ、イコールですね、現状のカウンターの選手が結構使えない選手が出てきたりするんじゃないかなというふうに思っております。まあ、この辺はちょっとまあ組んでみてというところかなというふうに思います。コンボ効果見ていきましょう。パス、ドリブル、パスカット、マーク、スピード、強いですね。まあ、シュートはつきませんでしたけど、やはり、オフェンス、パス、ドリブルがついている、ディフェンスからパスカット、マークがついている、でスピードが上がってフィジカルが上がっているので、まあ、全てオフェンスにもディフェンスにもこのスピードはまあ効果を発すると。これはまあ非常に強いかなと思いますね、個人的には。はい、これは間違いなく強いでしょう。あ、さらには、こちらですね、スタメンのワールドスターズ選手1人当たり全選手が 2% 強化されるということで、最大 102% 強化という形になっております。はい、まあ、まず間違いなく強いでしょうね。あとはやっぱり、ポジションエディットがかなり、特殊なので、まあ、組み方によっては本当に、無限に可能性を感じる、監督だなというふうに思っております。はい、では戻っていきましょう。はい、ということでこちらですね、レジェンドスカウトチケットが引ける、破片ですね、かけらですね。まあ、これは以前からあるやつですね。交換期間が15日本日から、まあ、1月の26日までですよと。これが超えると回せませんのでお気をつけください。まあ、これは下に書いてあるように試合5試合やるともらえる10試合30、100、200、300、500という感じでできる感じになってます。まあ、これはですね今来ている、レジェンドのガチャを無料で回すことができますよという感じですね。で意外に出ますねこれ、意外に出てます。僕も過去出てますし、これで星5選手は、なので、まあ、これは結構嬉しいかなというふうに思います。はい、で、まあ、ガチャはちょっと、待って、先にこっち行きましょう。ゴールデンプライズアニバーサリー記念キャンペーンということで、まあ、キャンペーンがたくさん来ております。まあ、豪華報酬ということで、ログインボーナス、パネルミッション、などなど来ております。各自見ていただければと思いますが、まあ、ログインしっかりとしていって、もらい忘れのないようにしていきましょう。はい、でさらにですねこちらです、
豪華な星4選手が手に入るということで、1日目フランツ・ベッケンバウアーですね。本日、ログインした方皆さんもらえてると思います。キャプテン特徴を持っています。まあ、小帝ということで、高帝ではなくて、まあ、少し、劣っている、キャプテン特徴ではありますが、星4選手で無料で手に入るというものですね。現在ですね、やはりペプシカップ等もありましたし、星4選手が貴重になってますので、こういった、バウアーやハーランド、ディアス、オブラク、メッシ、ロナウジニョ、モドリッチしっかりと手に入れていくためにもログインしっかりとしていきましょう。まあ、この動画を見てくださっている方は皆さん大丈夫だと思います。はい、続いてこちらですね。アップデート記念ログインボーナスということで、まあ、見かけないこのフォワード、赤い、ジャージを着た、アイテムがありますね。これがですね、二つ名という新しい本日から加わっている、ものを、まあ、なんていうんですかね、覚醒させるためのアイテムという感じです。まあ、遺跡特訓に似てるので、遺跡特訓の、まあ、あの遺跡特訓チケットみたいな、まあ、そういうイメージで思ってもらえばいいんじゃないかなというふうに思っております。さらには一突がもらえたり、3600GB が合計でもらえて10連が無料で回せますよといったものがあったりします。はい、でパネルミッションも来てますので、こちらをしっかりとやっていって、マリウス、バンチ、ルンゲ手に入れていきましょう。3人ともですね、配布にしてはもう圧倒的に、過去一で強い配布選手かなと思っておりますので、これは非常に優秀な選手が手に入るチャンスですので、しっかりと、パネルミッションクリアしていきましょう。はい、で GB 増量はいいですね。はい、ここが結構重要です。ゴールデンプライズアニバーサリー友達招待キャンペーンということで、まあ、しれっとついこの間またリセットされてましたが、本日またもやリセットされております。しかも激アツですね。限界突破、フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーがもらえるということで、まあ、合計しても、1個取るのに200金コインですので、4つだと死にが800金コイン分ですね。かなり激アツのアイテムになりますので、皆様友達招待キャンペーンですね、しっかりとクリアして全部手に入れていくようにしましょう。でメンバーシップに入っていただいた方、最近入られた方、ぜひですね、メンバーシップの動画の中で、この友達招待キャンペーンを一端末だけで全部やってしまう、裏技上げてますので、ぜひそちらを見ていただければなというふうに思います。はい、ということでこちらでとりあえずすべてざっとお話しさせていただきました。もちろん、まあ、メインディッシュこちらですね、ゴールデンプライズアニバーサリーレジェンドスカウトが来ております。まあ、想定していた選手と全然違う選手たちが来ておりますので、まあ、しっかりと考察していきたいと思います。この後動画撮っていきます。ちょっと長くなったので一旦ここで終わらせていただきたいなというふうに思います。後編のガチャ考察もぜひよろしくお願いいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。The cold nights just don't feel the same. Oh.